疲れ様です。ニオです。今回の動画はですね、先日購入しましたランドクルーザー 80HDJ81 の、車検のね、新規登録のね、対策についてやっていこうと思います。まあ通常のね、車検とは違い、新規に検査ラインを通して車幅等をね、変えたりするんで、まあそういう対策をね、いろいろやっていこうと思います。はい。で、今回のね、第1弾目は、サクソンマフラーが現在ついているんですが、あのサクソンマフラーはですね、出口だけが消音器になっているので、とてもね、音量的に大きくなってしまいます。はい。で、それのね、車検の音量対策をね、今回やっていこうと思います。はい。そういう動画になります。よろしくお願いいたします。あらかじめね、ラスペネはね、拭いておきました。で、これね、映像で見てわかる通り、下側からね、上に上がってる部分が太い方が、富士坪のフロントパイプです。で、上に接続してある細い方がサクソンのね、タイプ S マフラーとなっています。まあ、見てわかるようにね、だいぶ太さが違うんですね。60パイちょっとと70パイちょっとじゃ、まあこんぐらい違うってことですね。はい。できればですね、私の希望はこのままね、70パイのね、マフラーを買ってきて、まあリアまでね、70パイで持ってってあげたいなと思っています。
はい、今ね手で曲げて足で踏んづけてハンマーで叩いているのはですね、あの建築材料のですね、内装の材料のね、あの65のランナーですね。これをちょっとね、現場の使ってたやつをね、ちょっと切って持ってきて、はい、ここに使おうかなと思って持ってきました。今ですね、ドリル、5ミリぐらいのね、切りで穴開けているんですが、ここが排気が通る穴です。音量対策なんでね、結構本当に少なくしています。